待ちくださいお姉さん。捕虜の虐待は禁止されてますよ。拷問で得た証言は証拠としての能力を持ちませんよ。うるさいね。拷問じゃなくて詰問だよ。ですから、問い詰めないでも答えますよ。答えないだなんて言ってないですよ。じゃああんたの名前は？年齢は？保護者はどこにいるんだい？そのなりからして家出でもしてるのかい？いつからいるんだい？喉乾いたな。我慢我慢、辛抱だよ。さて、そろそろ行きますか。
ストップ。談話して。うずきさんに刀を向けられるのはこれで2回目。3回目かな。2度あることは3度あるんだね。あなたか。見事にしてやられたな。こうしてる間に奴には逃げおせられたか。奴ってケイ君のこと？その質問に答える義務はない。あなたとの縁は昨夜切ったはずだ。切られてても私の方には答えてもらう権利があるんじゃないかな。あるよ、多分あるよ。人のこと転ばせて刀を突きつけておいて関係ないはないんじゃないかな。それに人違いなら人違いでなおさら事情を説明するべきだよ。その辺ちゃんとしてくれないと私うずきさんのこと鬼って呼ぶよ。それでやつってケイ君のこと？もしかして私のことケイ君と間違えた？ああ、あなたの言う通りだ。相手をよく確かめないで乱暴するからだよ。それに関してはすまないことをした。だけど、慈しみを持つ鬼の多くは見かけをしのぐ旅力を持っているものなんだ。道女や老婆の姿をしていてもやすやす人を引き裂いたりもする。だから規制を制することで封じられるのならそうするに越したことないんだよ。気配の質を見ればやつか別人か分かるつもりだったしね。つもりじゃ困るよ、うずきさん。いくら同じ名前だからって間違えるなんてひどい。そんなことで気配まで見たりはしないものなんだけどね。いくら言霊が影響するとはいえ。はあ。偶然なのか奴があなたを利用したのかはわからない。だがあなたの気配を奴のものと誤認したせいでこうして逃げられてしまった。もう追いつけないのかな。それにしてもどうしてあなたがこんなところにいるんだい？こんなところって昨日も私ここに来てるよ。ケイ君とここで会ったって教えてあげたの私だよ。それにお祭りだってあるんだからお柱様のご神木を見に町の人も来たりするんじゃないかな。その可能性は低いと見ていた。参拝に来るような信心深い人はこの山が禁足地だということも知っているだろうし結界の効果もある。結界？境を結び囲いを作ることで内と外と世界を2つに切り離す。それが結界だ。パスポートを所持していなければ国の行き来に不自由があるように資格を満たしていなければ
結界内外の行き来に不自由が課される。障壁というほど強いものではないけれど、ここの結界には人払いの効果があるんだ。それに抗う強い意志、踏み入るに足る目的がないならば、無意識が避けて通るように働きかける。例えば急に別の用事を思い立ったりね。先ほどのような事故が起こったのも結界の効力を当て込んだ行動のせいなのだけれど、もしかすると力が弱まっているのか。私ちゃんと目的があって来てるよ。ん？昨日はご神木を見ようと思って来たし、今日はうずきさんと会いたくて話したくて。ケイ君を見たって話をした時のうずきさん変だったから、昨日の夜でうずきさんがケイ君を探してる理由分かっちゃったから、だから今日は鬼切りのうずきさんがこの山に来てるって思ってた。ちゃんと会えたしね。私と会って一体何？切られた縁をね、結び直したいんだよ。そんなことをして何になる？夕べ説明したはずだ。私は警告したはずだ。鬼を引き寄せやすい私が鬼切りのうずきさんと関わると辛い思いをするって？その通りだよ。ただの人とさえ関わらないようにしているんだ。ましてやあなたは三重の血の持ち主。それなら。それでも。私はね、うずきさんみたいに強くないから、今あれをしないととか思っても何もできないまま時間切れになっちゃうタイプなんだ。それで後になってああしてればこうしてればって後悔するの。最近だともっとお母さんのお手伝いとかしとけばよかったって、そうしたらお母さん過労で死んじゃったりしなかったかもって。だからね、私はずっとそういう風に生きてるんだから、後悔するかもしれない予約が今さら一つぐらい入ったって全然構わないよ。それに宇月さんの話ってやっぱりもしもの話だもん。そんな脅しに負けて逃げたら私絶対に後悔する。どうして？私が宇月さんと仲良くしたいから。やっぱり、うずきさんは一人がいいの？私と友達になるのは嫌？ケイさん、あなたという人は…私もKさんと過ごした何でもない時間は心地よかった。うずきさん、その心地よさを手放したくないと思ってしまったこと、きっと私は後悔するだろう。そうかな。そう遠くない未来に。だけどすぐそばにある後悔を一つ避けることができたのかもしれないね。だといいな。少なくとも私は避けれたよ。Kさんも奇特な人だ。
えばうずきさん、それ冬服だね。ああ、やっぱりこの格好は余計な人目を引くかな。その、人目を引くっていうか、暑いね。いや、そんな涼しげな顔で言われても。神道を滅却すればだよ。命には変えられないからね。この服の裏地には魔事を縫い込んであるんだ。わあ、ラフカディオハーンの耳なし芳一の話みたいだろ。うん。だけど学校でもずっと冬服なの？役目があるから申し訳程度にしか出席できていないけれどね。それっていじめられたりしない？問題は何も。実力行使で私をどうにかできる学生がいるなら、人材不足の千羽塔に引き入れたいぐらいだよ。だけどみんなで無視したりとか。私自らが人との関わりを抑えるようにして生きてきたんだ。それこそ何も問題ない。それに鬼金役なんてやっているとね、普通の学生にはつきようのない傷がついたりするんだよ。その傷を見た大抵の人は私のこの格好を受け入れてくれる。そんなに傷だらけになっても鬼と戦うんだ、うずきさんは。私が鬼を切らなければ誰かが鬼に喰らわれるからね。喰らわれ。K さんも人以外の何かを食べないといけないようだね。今はもうここでこうしていても仕方ない。 K さんに他の用事がないのなら山を降りようか。K、 ちょっとあんた一体どこに。なんであんたがいるんだい？仲直りしてもらったんだよ。あれ？こっちは増えたけど、そっちは減ってるね。